どうも、IS120% の男、ブス島です。この世の果てで恋を歌う少女、ユウの実況プレイ、やっていきたいと思います。はい、ということでね、前回、ユウキの方にミオちゃんの送りを任せて、学校内に入ってきました。夜なのに学校入れましたね。で、ぶらついていて保健室やってきたと言ったところで、まあ、こう、入って、まあ、すぐ保健室来たらこうだったんだけど、まあ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 。というわけで、明かりがついているということで、何かしらのイベントではないかということで、やっていきたいと思います。それでは行きましょう。ってことは、誰かいたってことが、まあおそらく先生、いや、もしかしてまた、着替えてんのかこれ、おい。てんてんてん、カーテンが引いてある。こんな時間誰が寝ていると言うんだろう。おーおー、またピロン来ましたね。ピロン来たけど、どうなんだろう。ピロン来たけど、あ、こ、あ、上じゃねえ、こっちなんだ。あ、まあまあまあ、いいでしょう、いいでしょう。まあ、見てやろう。そうだ、なんだか気になるな。よーし。あら。あら、まあ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 、これは布切れがありますね、これね。しゃっ。誰も寝てないな。おほん、おほん、紫色。おほん、おほん、おほん。じゃ、なんでカーテンが引いてあるんだ？なんか妙だよな。おー、どれどれ。はあ、これは女性の服ってのはわからんな、これな。これ、あれだろ、手袋だろ。まあ、エリコ先生のあの、格好だろ、これ。手袋だよな、と。肘の上まで覆う長い手袋だ。パーティー用でよくあるやつだな。そうですね。うん。まあ、こういうフェチはね、こういうので、まあ、なんでもないですね。うん。しかし、なんで保健室ベッドにあるんだ。まあ、保健室のやつではちょっと、あれですね。どれどれいい匂いするのかな。ああ、そういうことじゃない。随分と、ボディコンシャスなワンピースだな。そう、ボディコンってボディコンシャスの略ですからね。うん。まあ、バブル期めちゃくちゃ流行りましたからね。お立ち台ギャルとかね。うん。だけど、エリコ先生がいつも着てるやつとは違うみたい。エリコ先生、これ、ね、着てて喫茶店ってありましたからね。一体誰の服なんだ？もうエリコ先生だよ、これ。まあ、もう知ってるからね、そこはね。うん。誰かはわからん。で、これ紫色の。どう見てもストッキングというやつだ。しかもこれはガーターで釣るタイプのものだ。あ、もしかしてこの上にあるのがガーターか。これですな。よくわからんね。もしかして、これはあれか？紐でストッキングを留めておく女性用の下着。これね、パンツの下になるようにね、やらなきゃダメですからね。パンツ脱げなくなっちゃいますからね。うん。おー、ストッキングが落ちないように釣るガーターだと。ストッキングな、このガーター好きな人多いですからね。決して頭に被ったりするもんね。まあ、頭に被って、あのね、武器持って、カバン持って銀行行くのがね、まあ、マナーだったりしますからね。うん。ストッキングだなと。うん。そうそうそう。網タイツじゃバレちゃう。あと何が必要なんだ。うん。あ、指が勝手に。これは、まさか女性用の下着。パッ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 。パンテーというやつか。白ですよ。そうか。だから手に取って匂いを嗅ぎたくなっちゃう。俺ね、その感覚わかんない。冗談だよ。わからんね。だが問題はなぜパンテーがここにあるのかということはなぜだろう。おー、ちょっともう一回見てみっか、これ。クシュン、おっと声。ん？うん。うん、なんだ。今確かにくしゃみのような声が聞こえてきたぞ。気のせいかと。もう一回、ここから聞こえたのか？心なしか本話が温かみを感じるような。はっ。いかん。これは、何を匂いを嗅ごうとしてるんだ。変態だな。俺はその趣味はないぞ。うん、これはまるで変態じゃねえか。ふう。あとどこだろう？ベッド。保健室普通のベッドだ。まあ、ちょっと調べていってみましょうかね。うん。はい、ということで、なんかいろいろ調べた。なんだなんだ？うん。やっぱり誰かいるんだ。ここに誰かいる。どこだ？どこにいるんだ？はてな、出ましたね。枕はねえだろう。床？ベッドの下か。そうだよ。考えられるのはベッドの下くらいだ。しかし、こんなベッドの下に潜り込んで一体何やって。あら！おいおい、最近マリアに捧げるバラードやったばっかりだから怖いんだけど、これ。ニュッと、ドア。ああ、この BGM 来ましたね。なんだ？と。これって、いわゆるその、太も、おお、マリアに捧げるバラードじゃねえよな。大丈夫だよな。随分とむっちりしていて、柔らかそう。あ、美味しそうですね。じゃなくって、やっぱりベッドの下に誰かいるのか？一体誰が？と。おお、コク。とにかく下を見てみようぜ。なんだ？これって、いわゆるその、
太もおおマリアに捧げるバラードじゃねえよな、大丈夫だよな、この世の中で声を歌う少女ユーノ。あらまあ、これはブス島マークですね、これね、これは見せてあげてっていうか、エリコ先生めっちゃいいな美人だなやっぱな、うんうんと、エリコ先生、うんうんと、てん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 、ね、眠ってるみたい、寝てんのかここで、なんでこんなところで寝るんだよなんとも色っぽい声を出すから違う期待をしちまったぞ。うん、俺もこの手がこうね、下の、あ、なんでもないですけど、いや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 、これは学校の先生ですからね、保健の先生ですから、これは。いやでも本当綺麗な絵だな、本当にこの影のね、この付け方がまたいいですよね、ちゃんとベッドの下に入ってる感じがしていいですね。でも一体何やってんだベッドの下、今なんかはねもうフォトショップでこうビャッとね切って切って、こうレイヤー入れてちょっと透明度を黒入れてねやっちゃえばいいんですけどね、まあそれだけじゃダメですけど、まあやり方あるんですよいろいろね。うん、しかもこんな硬い床の上でよく寝ていられるな、特殊訓練受けてるかこれ、硬い床の上か、てん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 、アーベル何、アーベル何、アーベルデル、はあ、ミドラ、はあはあ、ミルドラっていうのがね、まあ今ニケでいますけど結構好きなんですけどね、うん、雪の女王様ですよ、うん、何寝言かな、よく見たらエリコ先生うっすら汗かいてるぞ、それほど暑いってわけでもないし、あ、アーベルドキ、あ、暑い暑いの焼かれるの、おっとろくでもない夢ですねこれ、え、エリコ先生うなされてるのか、焼かれる、あ、私を置いていかないで、あいつは必ず私が、ダメ行ってはダメ、俺は行きそう、え、エリコ先生なんだかひどくうなされてるみたいだ、きっとやつを捕まえて私は帰りたいの、あの頃へ、ああ、てん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 、アーベルって何のことだろうな、頻繁に出てくるけど、もしかしてエリコ先生の心の恋人だったりして、もしかしてエリコ先生も 2D の世界にどっぷりな感じのメスなんではないでしょうかね、いや違うか、てん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 、とにかくすごい汗だ、そうだいつもあゆみさんがポケットに入れてくれてるハンカチがあるぞ、これでふきふき、あ、いいことしましたね、目から流れ落ちているのもしかして涙、おーおーおー、泣いているのかエリコ先生、うん、てん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 、しかしエリコ先生ってこう見ると、いやめっちゃいい女よこれ、すごく美人なんじゃないか、いやこの人めっちゃ美人だぜ、はっきり言うけど、うん、なんだかドキドキしてくるな、これはしない方がおかしい、あ、アーベル、私のところ戻ってきてくれたんだね、え、お願いよもっと近くに来て、ちょ、な、エリコ先生気を確かに、ちゅ、あら、あららら、あら、まあ、これ事故ですよ、うん、寝てる時のやつは事故です、基本的にね、他の女の名前呼んでもね、うん、事故ですから、うん、いいですね、てん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 、うはぁ、あらららららら、え、エリコ先生寝ぼけてるとはいえ深くにも唇を奪われてしまった。これ2回目ですね。うんうん。エリコ先生、かなり感情的に高ぶってるみたいだな。俺をアーベルとかいう人と勘違いしたんだろうけど。てん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 。でも、ちょっと良かったな。柔らかい唇だったし。まあ、硬い唇ってなかなかいないけど、ガサガサのはいますけどね。でも、メスでガサガサってあんまいないな。もう、忘れちまったよ、そんなもん。うん。あ、アニメーションしてる、すげえ、お、おー、すごい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 、お、すげえなこれ、あ、起きたみたいだ、あはは、瞬きとかじゃなくてちゃんと、すげえな、ん、あれ何やってるんだよこんなところで、あれ、アーベルまだ寝ぼけてんのかな、あ、君は何をやってるんだ、こんなところで、そりゃ俺のセリフだよエリコ先生、こんな硬い床の上で眠ってるんだもんな、眠ってキャーキャー、あー、ぶん殴られた、で、出ていけ、痛いよ、ポカポカ殴らないでくれ、私の寝所に入ってくるとは不届き千万、痛いよ、わ、分かった分かったってば、ふう、ひぃ、痛て全く何だってんだ、いきゃポカポカ殴らなくてっていいじゃないか、でも可愛らしいな、ポカポカっていうのはね、うん、そりゃ黙って見ていたのは悪かったかもしれないけどさ、しかしさっきの姫確かにエリコ先生だよな、
あんな可愛らしいというか、なんというか、意外だ。まあ、意外とね、女性、悲鳴あげたりすると、可愛らしいのあげるのいますからね、本当にね、普段とは違ってね。うん、うん。で、しかし、エリコ先生ってこう見ると、いや、めっちゃいい女よ、これ。すごく美人なんじゃないか。いや、この人めっちゃ美人だぜ、はっきり言うけど。この世の中で声を歌う少女、ユーノ。また君は何やってるんだ。だから、それは俺のセリフだって言ったろ。てんてん。ユキのやつがお叱りを受けるってんで、俺が代わってやったのさ。それで保健室やってきたエリコ先生が。私の寝顔見たな。見たけど。ああ、もう可愛かった。めっちゃ可愛かった。何寝顔見ていいのは私の生涯の伴侶だけだ。伴侶何それ。不覚とはいえも、こうもモラルに逸脱してしまうとは。何怒ってるんだよ。俺が何したってんだよ。しただろう。キスだけだぞ。何そんなこともしたのか。エリコ先生がしてきたんじゃないか。てんてん。そうだよ、アーベルーとか言いながら俺に。てんてん。昔の彼しかなんだか知らないけど、なんだかひどくうなされてたみたいだぜ。だが、私の寝顔を見たじゃないか。それがどうしたんだ。てんてん。なんだかわかんねえな、さっぱりと。取り乱してすまなかった。いや別に。だけど、なんであんな硬い床の上に寝てたんだい。気持ちがいいからだ。ああ、ベッドとはどうも相性が悪くてな、寝心地がいい。でもわかる気がするな。それにしてもうなされてたみたいだったようだけど。あ、つまらない夢を見たようだ。昔のことだよ。思い出したくない過去のことだ。てんてん。まあいい女には必ずそういう過去ありますからね。うん。さ、君はもう帰った方がいい。え、だって俺は呼び出しを食らっているはずなんだ。補習担当の教師に会わないと。補習の担当さんは私が伝えておこう。確か一条先生だったかな。え、美月さん。そうか、美月さん補習の講師だったか。しばらく一人にしてもらえないかな。考えたいことがあるんだ。うん。エリコ先生ちょっとブルー入ってるぜ。夢のことかな。だけど聞けるような雰囲気じゃないしな。その叩いたりしてすまなかった。夢と混同してしまったようだ。別に気にしちゃいないよ。可愛い一面も見れたしね。てんてん。あれ、赤くなったとか。じゃあ俺行くけど。あ、報酬の担当には私から言っておく。大丈夫だ。それじゃ、パタン。てんてん。しかしエリコ先生も変わりもんだよな。あんな硬い床の上で寝て、しかも寝顔見られるとかなんとか、何なんだ。てんてん。それにしてもアーベルって誰のことなのかな。ふっ、校門前に来たぜ。なんだか手よく追い出されたって感じだよな。てんてん。少し肌寒い気がする。てんてん。まあね。まあここ行けねえんだな。大平屋ね、純和風1階の建物。まあここが龍造寺の家なんだろこれ。まあ。というわけで、まあこれピローンは乗ってないけど、まあちょっといろいろ回っててみっか、またな。うん。はい、ということで自宅前に戻ってまいりました。そしたらあれということで何かあるのかもしれません。行ってみましょう。あそこにいるのはバカじゃないか。豊臣か。誰がバカだ。こら、人を指さすんじゃない。なんでここにあんたがいいんだよ。それは僕のセリフだな。なぜ君がここに、しかも主任の家のところにいるんだ。俺んちだもん。当たり前だ。バカこいつしね。うん、答えよ。それはここが俺の家だからだ。なぜここが君の家なんだ。もうめんどくせえな、こいつ。縁切りやりてえ。こいつただでさえ腹立ってんのに、俺。それはその、はっはっ、勝ったな。バカですね、こいつ、本物の。てんてん。こいつバカ。いや、主人公、全く同じこと思った、俺も。主人はまだ帰ってきていないようだな。テレビ局とかなんとか言ってなかっただろうか。僕はテレビ局まで彼女連れて行っただけだ。その他のことはまるで知らん。自慢するなよ。まあいい、用事は後で伝えればいいからな。用事ではな。こいつとっとと死ねえ、本当に。あ、ちょっと。てんてん。やつはセントラル街の方に行っちまったぜ。しかしなんであゆみさんがテレビ局へ行ったのか聞きたかったんだけどな。でもあれだろ、多分ニュースプレゼンツに出るやつだろ、多分。あ、これはなんだ。あら、あゆみさんの、これ写真だね。あゆみさんの写真だ。なんでこんなところに落ちてる。こいつストーカーか、こいつ。豊臣が落としていったのかな。だけど、なんだってあの野郎があゆみさんの写真を持っているんだろう。意外にミーハーなところがあるんだな、あいつは。これを持っていてもしょうがないし、豊臣はさっさと行っちまうし、まったくどうしようか。ああ、なんかピョン来た。どれどれ、見てみようか。
宝玉ね、一個残しておきたいな、やっぱりこれ見たいからね。まあとりあえずちょっとまたブラブラしてみようかね。もう当たり前だ、バカこいつしねえ、うん、答えよ。それはここが俺の家だからだ。なぜここが君の家なんだ。もうめんどくせえな、こいつ縁切りやりて。この世の果てで声を歌う少女ユウノ。はい、ということでセントラル街の方に行こうと思ったらですね、こういう風に出ましたね。セントラル街かと、豊臣のやつが向かったところだなと。うまくいけばやつにまた会えるかもしれないということで、その時にあゆみさんの写真を返せばいい。アイテムにはないんだけどね。まあとりあえずいいや。ったく、あの野郎、あゆみさんの写真をあげるなんて汚らわしいが、あいつが持っていた写真を持っているのも汚らわしい。まあ焼いちまえそんなら。あ、でもやだね、自分で言うわけわからないな。とにかくだ、セントラル街に行くぞということで、セントラル街にやってまいりました。もうね、ちょっと噛んじゃってます。どこにいいんだろう、どこがいいのかな。眠らない街ってキャッチコピーが昔あったが、この街がまさにそうだ、歌舞伎町ですね。色鮮やかなネオンサイン、いろいろな店流して歩いてるだけでも結構悪くないところだ。しかし読みが甘すぎたな。こんな繁華街で豊臣の野郎を探すなんてことはほとんど不可能だ。偶然でも起きない限りね。まあその偶然が起きてしまうのが営み芸でございましょう。まあとりあえず、あ、これ何、自宅前とか行けんの。まあとりあえずなんか調べていってみましょう。はい、ということでまあいろいろ調べていたら、こう出ましたね。まあいろいろ、まあすぐ出てきたんですけどね。あれ、あそこが出てくるのというので多分これだろう、おそらく。ほら、豊臣野郎じゃないか。喫茶店なんてメスと待ち合わせかな、これさ。ほら、前香織さんのやつやってるからだけどさ、わかりやすいなーこいつ。おい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 、わかりやすいところやってんなこいつ。さっさとこの写真をあいつに返して。ん？なんか妙だな。豊臣の他にもう二人いる。しかも雰囲気が。まあ、一般人ではないね。帝愛金融の人っすね、これ。なんだか妙な感じだな。あいつはどう見てもヤクザっぽい。なんで、豊臣野郎があんな奴らと、しかもこそこそと。妙だよな。高台の方へ行ってみるみたいだな。気になる。気にならないか？気になるね。あ、これであれかな。行ってみようか、じゃあ。おそらく、あれじゃないか？これだと、あの公園でほら、ない、なんか前話をしたじゃないですか。あれだと思いますので、ちょっと行ってみましょうか。はい、ということで、豊臣が例の会合やってますね。というわけで、まあちょっと、これ、この、ね、以前、ボリュームいくつだったっけな。割と最近公開した動画で、そこの部分は確か収録してあるんで、このあたりはカットしましょうかね。はい、ということで、ね、眼福を私個人的にしておりました。ふうといったところでございますけど、いやー、たまらんちんですね。あれいないということで、まあここら辺はカットでいいのかもしれない。いつまで帰ったんだろうと。あら、香織さん、あなたは覗きさんじゃないみたいね。これってあったっけ、香織さんのやつって。香織さんとこれ話した記憶あるようなないような感じしますね。だから言ってんだろう、俺は知っているわと。あ、あったな、これね。抗議団体の方でしょ。でもなんでこんな夜更けに公園に。あ、ない、これ初めてだ。俺は抗議団体の人間じゃない。だって昼間ジオテクニクスのブリーフィングを聞きに行ったじゃない。まあそうだけど、あれを聞きに行くのは会社の人間か抗議団体かのどちらかしかないわ。そうかもしれないが、そうじゃないんだ。よく話が見えないわね。てん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 。俺だって聞きたいぞ。一体このメスは何者なんだ。おお、ピロン来た。あ、まだでもここか。おお、まあとりあえずちょっと話していきましょう。うわ、モロ出てるぜ。わざとボタンを外してる。あ、閉めろ閉めろ、ちゃんと。 おめえのおかげでいつも規制つくんだよ。てん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 。ふふん、どこ見てるの。おっぱいですね。そりゃ見て、あら、何これ。あ、指勝手に。あ、風が吹いてきたぞ、ちらっと。あら、ふふ、ずいぶん行動的ね。冗談です、冗談。やめよう。まあ、とりあえず話していこう。豊臣の野郎とどういう関係があるんだ。あら、豊臣君を知ってるんだ。ふん、もしかして会社関係の人？会社関係の関係者さ。つまり、赤の他人？そう言っても構わないけど、豊臣のやつとは赤の他人さ。なんでここにいるの？それはその、おい、俺が質問してたんだぜ。あ、そうだったわね。なんだったかしら、私の3サイズ。香りやっぱうまいよな、この辺の返し。てん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 。なんかやりにくいな。やりにくいと思わせれば、まず交渉の一発目は成功ですからね。
悪いメスじゃなさそうだけど気は許せねえ。そんな感じだ。頭いいぞ本当に香り。質問に答えるわね。上から85、58、83、このプロポーションを維持するのに結構努力してるのよ。いただきます。はい、それはなかなかじゃなくて、あらどうしたの、俺の質問に答えてくれ。いやたまらんねえ。何だったかしら、なぜ夜の公園にあなたがいるのか、なぜ豊臣たちの行動を、観察していたのか、なぜカメラ撮影をしていたのか、なぜ、多すぎだね。ふふ、なぜが多いわね。で答えは内緒だってなるわな。てん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 。でも君は可愛いから特別に教えちゃおっかな、3サイズもう可愛いなんて言われねえよ。それはさっき言ったよ。なんだこのメス、やりにくいな。それよりも私あなたに興味あるな。ドキ、結構いい線いってるのになんで覗きなんて寂しいことしてるの。俺は覗きじゃない。じゃあなんでここにいるの、こんなところに今自分いるのは覗きさんたちだけよ。俺はその豊臣ってやつを追ってきて、ここに。豊臣くんを、そうだよ。あ、わかった。何が、あなたってあっち系の人だったのね。あっちってどっち。でももったいないな、結構いい線いってるのに同性愛なんて。もうこれね、今の時代ね、言っちゃダメよ香織さん、そういうことね。もう多様性でございますからね。うん、これは97年だったかな、確か99年だっけ。とにかくまあそれくらいの作品なんで、まあとにかくそういう時でしたんで、当時の、そのままで言っておりますんで、そこら辺は変な意図はございません。そこを勘違いしないでください。はい、同性愛、うん、あなたはどちらかというと男の人に言い寄られる方、結構可愛い顔してる方だし。違うって、断じて違うぞ。あら、いいのよ、同性愛は悪いことじゃないし、これで差別を受けてはいけないのよ。あ、そう考えると考え方はすごいですね。すごいね、新しいですね、この頃に。これそう、別にね、そこは自由ですからね。うん、私もそれは自由だと思っております。だから俺はそんなんじゃなくて、あら大丈夫よ、同性愛者も結構人権はあるし、これによって精神的職業的差別を受けるのは違憲だという判例があるわ。まあ確かに海外ではあるね。うん、確か米国だったかしら。だから俺は違うの、違うぞ、断じて違う。じゃあなんで豊臣くんたちのことを物陰がひっそりと覗いてたの。外覗いてたわけじゃない、あいつがその真っ当でない連中の連れ立ってたから、なんとなくさ。ふん、そうなんだ。豊臣くんとはどういう関係。あいつはあゆみさんの、俺の母親の、はっ、何、てん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 、なんてこった、いつの間にか俺のことを話してしまってるぞ。うまいな香り、ほんとこのメス一体何なんだよ、うまいな。一体あなたは、ふ、でも燃えない、は、ここであなたと二人きりに見えるじゃない、あたから見られるとね、見るとねか、てん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 。でもこうしてる間も誰かがどこかで覗いているのよ、この公園って。そうじゃない、それはそうだけど、どう。おーおーおお、めっちゃいいじゃない、こんなシーン初めて見たぞ、ドキッと。おーおーおーおお、いいいいいい、香織さん好きだな。ね、どう、どうって、覗くに値することしてみる、したい、むしろさせな、人が見ているのにそんなことできるわけないだ。いや、見てるからいいんじゃねえかよ。あらあら、ふ、ういういしいわね、むっか。もうちょっと大人になると逆に燃えるようになるわよ、君にも今にわかるわ、だな大人の女性だね、そんなん分かりたくもないね。いや、それがね、普通のやつがだんだんマンネリ化してくんのよ。うん、いや、でもほんと CG マジ綺麗だな、素晴らしいよ。え、そういうところがういういしいのよ。ちゅっ、お今日2回目ですか、主人公いいね。どう、このままベンチの上でしてみる。はい、しましょう。てん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 、ふ、赤くなっちゃって可愛いのに、冗談よ、なんだよ、冗談、ふふふっと。わあ、いいじゃない、一体なんだったこのメスは、完全にペースにはまってる。おほー、おーおー、いいじゃん、あまり多くは聞かないよ、一つだけ教えてほしいんだけど。いいわよ、何者なんだあんたは。え、私を知らない、本当に、嘘をついてどうすんだよ。そっか、残念ね、私の知名度まだまだってことか。
てん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 、どういうことだろう。香りよ、朝倉香里。朝倉香里、どっかで聞いた名前だな。もしかして聞いたことくらいはある。そのなんとなくおぼろげに、よかった。てん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 、あなたは、お、俺、名前、俺はブス島、有馬ブス島だよ。有馬。香里さんがブリーフィングに出たなら知ってるだろ。工事責任者の家族さ、有馬主任の旦那様。ば、そんなわけねえだろ。息子だよ息子。ふう、息子さんか。だいたいな、俺とあゆみさんがふうふうだなんて、何度思ってんのよ、冗談なのに。てん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 、もしかしてペース乱されっぱなしか。あ、いっけない、もう9時回ってるわ。彼との約束に遅れちゃう。おお、男いんのか。てん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 、今は9時くらいだから、ちょうどね、家に帰ってテレビをつければまた私に会えるかもよ。え、それって、おい、ちょっと、てんてんてん、結構なんか重要だったのかな、 BGM 的にな。言っちゃった。テレビをつければまた会える、どういうことだろう。朝倉香里さんがどっかで聞いたことがあるんだよな。どうだったかな。てん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 、あれ、豊臣が立っていたところに、何これ、なんだろう、これキャッシュカード、キャッシュカード、いや違うな、銀行名が書いてある。同じだな、主人公。なんだろう、とにかく持っておいてみよう。何これ、磁気カードを手に入れました。なんか重要そうなもんゲットしましたね、これ。そういえばあゆみさんもテレビ局とかなんとか言ってたよな。とにかく高台に戻ろう。そこで立っててもしょうがないぜ。おお、ピロン来た。ふう、高台戻ってきたぜ。もう9時か。あの香りって女性、テレビをつければ会えるとかそんなこと言ってなかったか。一体何のことだろう。これヒントですね。てん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 、まあ次行くための道しるべがなんかね出てましたね、テキストに。あ、こっちなんだ。ふーん、まあとりあえずじゃあちょっと戻ってみるか。よし、じゃあ一回戻りましょうかね。はい、ということで自宅に戻ってまいりました。あれ、ということで、てん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 、いつもおかえりとか言って出てくるのにな、いないからね、まだね、テレビ局行ってますから。もう9時だってのに大添いな、どうしたんだろうっていうことで、テレビをつけてみようかね。ほら、女性が何か言ってなかったかということで、まあテレビをつけるんじゃねえか。そうだ、確かあの香りって名声はテレビをつければ会えるとかなんとか、とにかくテレビをつけてみよう。あ、出てますね、プチッと。ということもあり、ニュースプレゼンスではこの件を徹底的に、検証を追求してみようと思います。あれ、このキャスターですよね、あの香りってメスだぞっていうことで、ここの部分っていうのはおそらくあゆみさんのインタビューのところじゃなかったかな、これ。うん、だからまあこの辺は以前収録してますんで、またリンク貼っておきますんで、そちらの方を見ていただければといったところですね。というわけでカットしていきましょう。はい、ということで、テレビを見終わったら、たらいまーったらーっていうふうになんか言ってますね。たらい、あ、あゆみさんの声だ。あゆみさんだ。そうか、テレビは録画なんだ。つまり、かおりさんは収録をしてから、明雲寺公園へやってきたわけか。こら、ブス島くんいないのか。と、なんだか様子がおかしいぞ。とにかく玄関行ってみようぜ。というわけで、ここで玄関行きたいところなんですけど、とりあえずね、まあ結構長々今回も撮っておりますので、まあ時間的にはね、あれなんですけどね、まあまあまあ。というわけで本日はね、ここで一回ね、終わりにしたいかと思う。本当はもっと長い動画でもいいんだけどね。まあ編集も大変だしね、そうすると。ということで、まあ小分けに行かせていただきたいかと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。